ニッキーストームのリングネームで知られるニコラ・グレン・クロスは、イギリスの女子プロレスラー。スコットランド・グラス号出身。WWE にニッキー・クロスのリングネームで所属。2008年9月20日、地元スコットランドの諏訪でデビュー。2011年10月8日、日本から遠征してきた、アイスリボンの藤本司とシングルで対戦。2012年、イブ主催。 クイーン・オブ・ザ・リング優勝。11月10日、アルファ・フィーメルトのハードコアマッチで勝利して、イブ・オーザ・ダッシュに成功するも、直後に、JWP 認定無差別級王座を防衛したばかりの桜・エミに敗れ王座陥落。2013年2月2日、桜と再戦して、王座奪還に成功。4月に初来日を果たす。来日初戦となった4月14日の、 JWP 後楽園ホール大会にて桜と組、モーリー中森花子組と対戦し、中森にアークティックサイクロンレックブリーカーを決めて勝利。試合後5月5日、板橋グリーンホールにて中森とイブ王座をかけてシングルで対戦することが決まった。日本滞在中は JWP に加え4月25日の WNC 後楽園大会にも参戦し、 マコトが持つ WNC 女子王座に挑戦した。5月5日、j w p 板タバシ大会で中森と防衛戦を行い、2度目の防衛に成功。2015年5月、2年ぶりの来日を果たし、スターダムに参戦。後楽園大会で紫雷オとワンダーオブ、スターダム王座を争う。2016年4月7日、アメリカのメジャー団体である WWE と、 契約を交わし入団。4月12日、育成施設である WWE パフォーマンスセンターにてトレーニングを開始。同月22日、参加団体である NXT の NXT ライブにてデビューを飾り、マンディローズと組んで、リブ・モーガンアリーヤと対戦するが最後に、リブにムーンサルトプレスを決められ敗戦した。8月27日、リングネームをニッキー・クロスに変更。 エンバー・ムーンと対戦するが敗戦。10月12日、NXT のダスティローデスタックトーナメント、クラシックにて、エリック・ヤングとアレクサンダー・ウルフ、ソーヤー・フルトンと共にヒールユニット、サニティとして登場。ウルフフルトンのセコンドとなり、ボビー・ルードタイ・デリンジャーと対戦。デリンジャーを一方的に攻め、ルードは敵前逃亡。最後に、デリンジャーに合体意を決めて勝利。 試合後、リングに上がると、デリンジャーを襲撃した。2019年1月14日、RAW でライオットスクワット VS、ナタリアベイリーの試合で、ナタリアとベイリーの助っ人として登場。勝利に貢献した。2020年6月26日、スマックダウンで、アレクサブリス、デーナ・ブルック、レーシー・エヴァンスとの4イ戦でのスマックダウン女子王座。 挑戦者決定戦に勝利して挑戦者となった、スウィンギングネックブリーカーザパージ、ありがとうございます。